ちは、農林水産省です。米政策については平成25年12月に決定された農林水産業地域の活力創造プランの中において、平成30年産をめどに行政による生産数量目標の配分に頼らずとも、生産者や集荷業者団体等が中心となって円滑に需要に応じた生産が取り組まれる状況となるよう一体となって取り組むこととされました。農林水産省ではこの米政策改革の着実な実施に向けて現在各県を訪問し意見交換キャラバンを行っています。今回これらの内容を視聴者の皆様にも分かりやすくお伝えするために、米政策改革の責任者である唐沢政策統括官に質問しながら説明させていただきたいと思います。米政策の責任者をしております政策統括官の唐沢です。今日はどうかよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ではですね、早速米政策改革について伺いたいと思います。ちょっとこちらにですねパネルも用意しているんですけども、まずですねその米政策改革の変更点について教えていただけますでしょうか。はい、大きく言いますと30年産からの米政策改革で変わる点は2つでございます。ここにパネルがありますのでご覧いただければと思います。まず1点目はここにありますように生産数量目標の配分をやめるということが1点目です。具体的には今まで長い生産調整の歴史がありますけれども、一貫して国が生産数量目標などの配分をしてきました。そういった行政による配分というようなことはやめるということが1点目の変更点です。それから2点目はここにあります米の直接支払い交付金の廃止ということです。これは1点目のこの配分とリンクした形で、現在10割当たり7500円の交付金を交付しているわけでございますけれども、配分がなくなるのと同時にこのそれとリンクした直接支払い交付金も廃止すると、この2点が変更点だということですが、よく米政策改革といいますと今やってる米政策がいろいろありますけども、それがガラッと大きく変わるというふうに誤解されている方もいらっしゃると思いますが、そうではなくて変わるのは基本的にこの2点だけだと、あとの米政策の全体のフレーム枠組みは基本的に今と変わらないと、まずそういうふうにご理解いただきたいと思います。はい、ありがとうございます。ではですね、この米政策改革のポイントについて改めて分かりやすく教えていただけますでしょうか。まず米政策改革の趣旨ですございますけれども、一言で言えば30年産からは行政による配分というものに頼らず現実の需要を見極めていただいて、各産地が主体的にその需要に応じた生産をしていただくと、このことに尽きるわけであります。でその際よく国がじゃあもう米政策から全く手を引いてしまうんではないかと、国は何もしなくなるのかというようなことをおっしゃる方がいらっしゃいますが、それは誤解でございます。後で詳しくご説明しますが、例えば今やっております水田フル活用の支援、直接水田活用の直接支払い交付金を活用した支援ですとか、それから米需給全般にかかるいろいろな情報提供、こういったことは引き続き今と同様、あるいは今より一層充実した形で国がやっていくということですので、この点について誤解のないようにお願いできればというふうに思います。はい、ありがとうございます。それでは先ほどおっしゃった水田のフル活用の推進とは一体どういったことなんでしょうか。はい、これは資料にありますのでご覧いただきたいと思います。今やっております水田フル活用の考え方ですけれども、なんといっても主食用米の需要が残念ですが毎年大体8万トンずつぐらい減少を続けているというのは事実であります。そういった中で水田そのものとしてはやはり国民の財産としてしっかりフル活用していかなきゃいけないということについてはコンセンサスがあると思います。したがいまして需要が減っている主食用米から需要がある他の作物、つまり麦大豆飼料作物、それから飼料用米などに転換をしていくと、そういうことによって今存在してますこの水田をフルに活用していくということがこの水田フル活用の考え方であります。でそのために今水田活用の直接支払い交付金ということで、作物ごとにいろいろな単価を決めて、お支払いしているわけでありますけれども、
この基本的なこの交付金の枠組みというのは30年産以降も引き続き続けていくというふうにまずご理解いただきたいと思います。それから米政策をしている中でですね、どうしても米ですので法規変動ですとか、その収入価格も変動いたします。でそういった時に備えてですね、いわゆる慣らし対策と言っておりますけれども、いわゆる収入減少影響緩和対策という政策についてもですね、これは30年産以降、収入保険も導入されると思いますけれども、その後もですね、お入りになりたい方は慣らし対策にも入っていただくということも今と同様に続けていきたいと思っておりますので、その点についてもご理解いただければというふうに思います。なるほどですね。では今10アール当たり7500円を交付している米の直接支払い交付金についてはいかがでしょうか。今直接支払い、米の直接支払い交付金ということで7500円10アール当たりお払いしているわけですが、やはりお米というのは、国境措置もしっかり守っているわけですし、潜在的にはどうしても過剰だということもあります。したがってそういう過剰のものにですね、お金をお支払いするよりもむしろ需要をこれから踏まえて生産を伸ばしていかなければいけないですね、麦、大豆、飼料米など の作物にですね、むしろしっかり支援をしていく方がいいという考えの中でですね、米に対する直接支払い交付金を廃止するということになるということでございます。もう一点のですね、きめ細かい情報提供といったのは具体的にどういった内容なんですか。米に関してですね、今も需給、全体の需給フレームを決めてそれに基づいて各家に配分しているということでありますけれども、30年産以降はこの配分の部分はなくなりますけれども、全体の米需給 のフレームというものはもちろん引き続き国が示していきますし、加えて各県の契約の状況ですとか在庫の状況、あるいは価格の動向、これは今も実はマンスリーレポートということでかなり細かい情報を毎月公表しているわけでございますけれども、こういった国全体の需給、あるいは各県ごとの価格や需給の動向という情報はむしろ一層30年産以降充実して示していきたいなと。で各県各現場でですね、この情報をもとにですね、需要に応じた生産を行っていただきたいという、そういう考えでございます。なるほどですね。水田フル活用の推進と、きめ細かい情報提供については平成30年産以降も引き続きやっていくということで、ただやはりですね、現場に行きますとやはりその平成30年産以降は主食用米をもう自由に作付けできるんだというふうなことをおっしゃっている方もいるとまだ耳にしますけども、今おっしゃったように30年産以降は作りたいだけ作っていいんだというようなことをおっしゃる方がいらっしゃるのは承知しております。ただちょっと考えていただきたいんですけども、米に限らず他の農産物もそうですし、それから工業製品だと同じだと思いますが、全く売れるあてもないのに作ったらですね、多分倉庫に積んでおくだけになりますし、いずれ捨ててしまうしかないということになります。そういったことが通用するはずはありません。やはり売れるもの、売れる品質のものをですね、見極めながら作っていくということは、いわば当たり前のことでありますので、米につきましても30年産以降、今もやっていただいておるわけですが、やっぱり需要に応じた生産ということは当然のことながら続けていかなければいけないというところは、誤解のないようにお願いしたいと思います。あと他にはですね、30年産以降今ある県や地域の農業再生協議会はどういった役割になるのかというふうな声も耳にします。今ご指摘ありましたように、現在もですね、県レベル、それから市町村レベルにそれぞれ農業再生協議会というものが全国それぞれ設置しているわけであります。でこの農業再生協議会には都道府県あるいは市町村というような行政のみならず、各種の農業関係の団体、それから大規模な生産者などもお入りいただいて、それぞれ県ごと市町村ごとに自分のエリアでどういった作物をどのぐらい作っていこうというようなことを相談されてですね、いろんな推進をされているということでありますが、30年産以降もですね、この農業再生協議会の枠組みは基本的に維持して存続いたします。ですので今まさにその再生協議会で話をされて、毎年毎年の需給が均衡するように取り組んでいただいておりますが、そういったフレームは何ら変わらないと
というふうにご理解いただければと思います。ではですね、実際にこう需要に応じた生産を進める上で何か参考になる取り組みについて、ちょっとこちらでですね、すいません、パネルを用意したんですけれども、参考になる取り組みについて教えていただけますでしょうか。はい、このパネルご覧いただきますように、需要に応じた生産の推進にあたってですね、4つほど例を、これだけではないわけですが、例を示していただいてます。で、左の方からご覧いただきますと、まず中食外食向け等の需要への対応というふうに書いてありますけれども、一言で需要といってもですね、いろんな種類の需要があるわけでございます。主食用米を見てもですね、炊飯器で炊いて家庭で食べる、普通の白いご飯の形態もございますが、お弁当用のもの、あるいは外食店で牛丼のような形で食べるようなもので、さらにはこういった加工用のチャーハンになるようなもの、いろんなものがあるわけであります。そういったことでございますので、単に主食用かそうじゃないかっていうようなことではなくて、そういういろんな用途に応じたですね、生産をしていかなきゃいけないということでございます。で、特に最近はここにあります中食外食向けのものが比較的量が足りない傾向があるというようなことも言われてますので、米はもちろんその美味しいものも重要です。高品質で価格が高い、非常にクオリティが高いお米ももちろん必要でございますけれども、それだけではなくてですね、こういった実需者が使いやすいような、品質はそれほどでなくても価格がほどほどだとか、あるいは使いやすいとか、そういったお米のニーズもございますので、そういった需要にも応えていく必要があるということがまず1点でございます。それからこちらの方をご覧いただくと、事前契約による安定取引の推進ということですが、お米っていうのはですね、春に植えて秋に収穫があるということでございます。で、秋になって取れてからですね、売ったり買ったりするっていうのは、どちらにとっても不安定なことになりますので、できれば田植えの前にですね、事前契約ということで、こういった握手するような形でですね、生産者と実需サイドがですね、この秋にはこのぐらいのお米を売りますよ、買いますよということを事前に決めといていただくことがですね、作る方にとってはもう秋になればあそこに売るんだと、で、買う方にとってみてもこの米、お米が取れた時には自分が買うんだということがあらかじめ分かっているということで、双方ウィンウィンといいますか、安定した取引になるということでございます。場当たり的なですね、秋口だけの取引ではなくて、こういう形での年間を通したですね、安定取引を推進していただくことも非常に重要なポイントでございます。それから3点目は飼料米のことでございます。飼料米についてはいろいろな形で今各地で推進しているわけですが、ここにあります、本作化を進める、あるいはブランド化を進めるということが非常に重要なポイントだと。つまり本作化するためには、もちろん作る際にですね、多収を狙うとか、あるいはいろんな形でのコスト低減をして、安定して安くですね、量を多く作るということも重要ですし、それから飼料米を提供したこの肉ですとか卵が、なるほど、これは日本の国内で作られた飼料米が餌になっているものなんだなということでですね、いろんな形の付加価値がついて、ブランド化をしていくということになりますと、本当に作る方も使う側も安定して使っていけるということになります。ですので、一口に飼料米を作るといってもですね、こういった本作化とかブランド化の取り組みをぜひ合わせて進めていくことも非常に重要なポイントだと思っております。それから最後にここにあります高収益作物等への転換ということですけれども、水田をフル活用するという中で、いろんな作物があるわけですが、飼料米も非常に重要でございますけれども、やはり日本のおいしいこの優れたですね、高品質の野菜ですとか、それから場合によったらここにありますが、飼料米でない飼料作物というようなものも需要が非常にあるわけでございますので、そういった高収益作物などにですね、水田をうまく使っていくと、いろんな作物に取り組んでいただくということも需要に応じた生産を進めていく上で非常に重要なポイントではないかと思います。ここは例でございますけれども、こういったことに配慮しながらですね、需要に応じた生産を進めていただければということでございます。ありがとうございます。
とうございます。ではですね、最後になってしまうんですけれども、せっかくですね、この動画を通じてですね、他に視聴者の皆様にお伝えしたいことがあればぜひお願いいたします。はい、冒頭も申し上げましたけども、30年さんからまあいよいよ米政策の見直しが始まるわけでございますが、いろんな形でですね、現場の皆様は不安に感じたり心配されていることもあろうかと思います。ただ27年さん、28年さんと見てみますと、本当に各地でご努力いただいて、過剰作付もですね、2年連続で解消しました。これは各地でご努力いただいた結果だと思います。そのことによってですね、明らかに需給あるいは価格は安定してきていると思います。これは生産サイドの皆様本当に実感されていると思います。でこれは単に配合を守っているということではなくて、各地でやはり自主的にいろんな取り組みをされていただいた結果、こういうことになっているということでありますので、もうすでにいわば30年産以降の取り組みがもう始まっているということでございます。何か30年差になってもう全てのことがガラッと新しくなるわけではありません。27年差、28年差、そしてこれからの29年差の取り組みを、そのまま続けていっていただければですね、こういったことで、需給も価格も安定していくということを、実感していただいているわけですので、そういった現状の取り組みをそのまま続けていくという考え方で、30年差以降取り組んでいくという考え方でございます。どうかそういったことで安心してですね、今の取り組みを進め、そして30年歳以降につなげていきたいということをぜひとも申し上げたいと思いますので、今日のこの話も参考にしていただいて、引き続きいろんな取り組みに取り組んでいただければというのを最後に申し上げたいと思います。唐沢統括官、ありがとうございました。どうも今日はありがとうございました。視聴者の皆様も最後までお聞きくださりありがとうございました。